長崎県男女群島。釣りの世界では日本屈指の聖域とされている。これまでいろんな釣り人がここで釣ってきた魚、数々の魚は、多いだけではなくて中にでかいのがいる。大きさも種類もそして魚の数もとても豊富なんでね、魅力的ですよね。そう語るのは大物釣りの第一人者、高橋哲也さん。西の男女群島に勝るとも劣らない東の大型魚の聖地三宅島で磯釣りの腕を磨いてきた。磯から巨大魚を仕留めてきた数は群を抜いている。人工的に魚のいるところに行けないこの磯釣りっていうのはやっぱり達成感がなんかあるんですね。今回はイワシやキビナゴを使った釣りで男女群島の大物に挑む。わあ、気合だか。出発の地は長崎県平戸市。無人島である男女群島に渡す船はいくつかあるが、高橋さんは20年以上前から通っている船宿を選んだ。今回の朝行は夜中の2時出船。0時頃に高橋さんが港に姿を現した。最近上がってる魚が回遊魚、ヒラマサとかキハダマグロなんかもいるらしくて、で表層にいるそういう回遊魚ヒラマサキハダを狙って、あと海底付近にも笛吹き台とかあとハダとかいろんな魚がいると思うんで、これはイワシ餌、あとは、イワシ餌で釣れる魚をまた餌にする、泳がしていく、これでなんかこうね面白い魚を釣っていきたいと思います。こちらの渡船屋さんでは餌も購入できる。でこれが今船長にお願いしてあったキビナゴ、中にウルメイワシとかも入ってるんで、この発泡スチロールにはイワシで、こっちは綺麗なまた粒の大きいキビナゴ、付け餌にします。2箱ちょっと多めに持ってかないと向こうでどうにもならないんで、餌がなくなったら。だからちょっと遠征行く時にはいつも使ってる餌の量よりもちょっと多めに持ってくれ。1日半の朝行で使う餌、そのほとんどがイワシとキビナゴだ。深夜2時出船。男女群島までは超高速船で3時間半かかる。今回は明け方から開始して日没まで丸1日、そして翌早朝から昼過ぎまで釣りができるプランだ。船長が渡してくれたのはここ数日ルアーで10キロオーバーのキハダが上がっている磯。早速準備に取り掛かる。今満潮だからこれから潮が引いていくんで、この海面一番水位が高い状態なんで、そしてこのぐらいの波だから安全な場所だっていうのが分かります。今回用意した大物用のタックルについて伺った。イワシの冷凍イワシ、これを溶かして、巻きながら針にもこのイワシをつける。大きさが15センチ前後 のウルメイワシとかキビナゴ、これを針につけて流すんですけども、これをやるときにはだいたい磯竿の5号ぐらい、長さが5メートルぐらい、これにナイロンラインの15号ぐらいの道糸で流していきます。魚の距離が近ければいいんですけど、もしかしたらその遠い場所で魚が跳ねてる餌を食べてる場合にはそこまで流し込んでいかなければいけないので、道糸の量はなるべく多めに
というところで大型のスピニングリールや両軸リールを使ってやってます。男女群島は五島列島福江島から南南西に下ることおよそ70キロ、東シナ海上に形成される無人の島嶼群だ。対馬海流のぶつかる絶海の孤島のため、周辺は豊かな漁場に恵まれており、巨大魚の宝庫でもある。大型のメジナやイシダイを求めて磯釣りし憧れの釣り場となった男女群島。近年では30キロクラスのキハダや大型青物の実績も高く、自らの記録更新を目指すアングラーも少なくない。午前7時、いよいよ釣りスタート。高橋さんはイワシ餌をメインに、いわゆる流す釣りで大物を狙う。イワシ餌は針を目から通して貫通させ、針先を胴に刺して使う。少しあの辺に鏡みたいな海面が出てきたから、これから流れに変化が起きるかもしれないですね。あそこら辺ね、表面がこう張った感じの。常に海を見渡し、その変化をいち早く察知する。魚見えてきた。もうそろそろで来るよ。これいろんな魚がいるんですけど、イスズミなんかがこの餌を引っ張って。磯周りではイスズミの他にもヒラマサや小魚などいろいろな魚が姿を現した。潮の流れとともに魚全体の活性が上がっていく。ヒラマサの子だね。ファーストフィッシュは小型のヒラマサだった。じゃあこれはリリースしましょう。本流に引かれて潮が沖へと払い出す。いい感じだ。すぐに次がヒット。でかいカツオだ。よっしゃ。表、これは抜けない。切れません思いよ。おお。食味も引き味も抜群の魚、ツマがヒット。釣り開始から2時間、
いよいよ男女群島らしい本格的な速い潮が走り出す。小型でもヒラマサはよく引く。できるだけ体力を消耗しないよう強靭なタックルシステムを組んでおきたい。イワシ、キビナゴを使って流していく仕掛けです。まずセル玉を通して、浮き止めはついていてもついてなくてもいいんですが、浮き止めがついていた方が自分が餌の位置を管理しやすければ浮き止めね。で、2つ目のセル玉を通してから、この下ダブルラインにします。なぜダブルラインにするかというと、この先につけるハリス、これがミチと今ナイロンの10号をつけていますから、10号以上のものを使うと結び目が多少弱くなるので、段階的にゆっくりとこのハリスの号数に近づけていく。ミチ糸はナイロン10号、ハリスはフロロカーボン20号と太さ強度の違いが大きいため、ハリスの手前のナイロンを二重に編み込むことで太さの落差による結束部のショックを軽減するのだ。もうこの目安で今は20号を使って2ヒロぐらいと言ってますけど、魚が浅ければ1ヒロ半でも構わないし、魚が大きければ24号でも構わないです。決まりはないので、その時の状況に応じて長さや太さ、号数決めていってください。でけえこれ。おお。ああもう魚見えんけどな、こっから見んと。ああ切れた、ねずれたな。そこちょうどあんだよね、出っ張ってんのが。結構でかかったですよ、25キロぐらい。よし、続けてやりましょう。でかかった。逃がした魚は大きかったが、潮は止まり、ここで瀬川。次に目指すのは男女群島屈指の名勝、ホタテ岩。当然のことながら大物釣りではタックルや仕掛けも万全のもので臨む。高橋さんが特にこだわっている道具とは。これさえあればなんとか安心して大物釣りに挑めるという部分で、大事な部分は太いハリス、大きい針、これに限ります。魚に一番近いところ、針が小さかったり細かったり
きとか細かったり、これではもうでかい魚が切れたり外れたり伸びたりするんで、でやっぱりでっかいものを持っとけばその場で一回失敗してもすぐ切り替える、持ってなければどうしようもないんだよね。で今日もタックルボックスの中には一応60号までの針数で、針はクエバリの35号まで持ってます。でかい魚を狙うんであればもう食う時間までしっかり待って、少々食わなくても待つ、時間が来たらやっぱりでかい針 で大きい餌をつけて挑むという、そこが一番大事かなと思って常にそう頑丈なタックルを持ち歩いてます。磯に上がってものの数分、ホタテ岩を象徴する激流の気配はなく、緩い潮の流れ、様子見での投入だった。その直後、あ、これ干潟か。外れたか、切れたか、消えた。針が伸びてるかもしれない、スルル針だから。あー伸びてる、あー悔しい、うん、いたんだな、見えないね、魚がね、よく見てれば魚が見えるから、そこ大事な部分だよね。ここ釣るだけじゃなくて、最初のヒットが合図であったかのように潮が動き出し、磯周りに魚が見え始める。流れ出した、流れ出した。今度は上げ潮、引き潮から満潮に向かって左から右へ。入ってた、いったいった。大物の当たりはないまま夕まずめを迎えた。もう一回明日、今日餌をまいた場所できればそこでやってみたいなと思いますが、今晩船長と相談しながらまた明日の場所は決めたいと思います。男女群島遠征の場合、磯止まりか船止まりかを選べる。船の場合は島陰に移動して停泊することになる。船の中にはベッドがあり、寝床が区切られていて快適に過ごせる。船長にお願いして夕食をご用意いただいた。明日どの辺に行くか、今日と同じコースを行くのか。一応天気的にはその大雨小雨やられますので、はい、あっちの方やろうかなと思ってるんですけども、その高橋さんの方がその木肌を取りたいのか、そのヒラスカツオの数を用意したいのかっていうのがありますので、もしも魚が多い分あっちの方は、ね、木肌あたりの数が低いと思うんですよね。天気みたいな、また一緒の人を攻めた方がいいのか、それも高橋さんが決めてもらえれば。天気の方は大丈夫ですから、もう一発大物で行きましょう、はい、もう今回は。
明日も同じ海域でのキハダ狙い、今日のリベンジを果たしたい。2日目も夜明けから前日と同じ磯に上がった。この日は朝からヒラマサの動きが活発だ。イスズミに混じってかなりの数が確認できる。流れはね、今日まだ左から右へ行ってるということは、揚げ潮が残ってる。なんか晴れてますね。これカツオかな。結構今日海流多いですよ、朝から。昨日とは全然違う状態。ものすごいヒラマサの数。ヒラマサと何がいるか。ただこういうのいればいろんな魚が集まってくるんで。もうこの手のヒラマサがものすごいたくさんいるんでね、逃がしましょう。よっ、早い逃げん時。特にハリスと針に強いこだわりを持つ高橋さん、その結びへの考えは実にシンプルだ。自分は16号以上のハリスを結ぶ時には大体結び方同じです。これはイワシをつけて釣り縄をつけて流すための針と針刺です。16号に19号の針、はじめは外掛け、そして上は内掛け。もう全部内掛けの方もいますし、自分の好きな釣り慣れた方法でいいと思うんですけど、これで終わりです。ギュッと締めたら不要な糸を切って、最後この缶ね、この輪っか、針の背から針先の方に深い糸を抜く、この状態です。おお、いい方、ヒラマサ見える見える。でかいね。流れが完全に左から右へ。
見えた。タマンタマンタマン、でかい、でかい。よいしょ。よいしょ、でかいタマン。タマンの呼び名で知られるこの浜笛吹き、引きは強烈だ。よいしょ、この日は午後3時までの釣り、これで最後の背代わりだ。船長によるとここもキハダとの遭遇確率は高いそうだ。まあ、ちっちゃいか、これちっちゃいヒラマサか。ちょっとちっちゃかったら餌なんだけど。大物師の高橋さん、タックルボックスの中も巨大魚への備えで溢れている。この上の方にはよく使うハサミ、ペンチ、そしてしょっちゅう取っかえるだろう針。針もハサミもペンチも結構頑丈、強いやつ、キレのいいやつですね。で、面白いのは風船が入ってます。この風船は生き餌をつけて泳がせ釣りをやるときに、潮がないとき風船をつけて生き餌を泳がす。そうすると風の力で風船が沖合に行ったりするんで、より遠くまで餌を運ぶことができます。今この2キロから3キロぐらいのヒラマサがものすごいこの界隈多いんですよ。でこれを4号とか5号ベースの BG を使ってやっていると、結構やっぱ際に来てから網を入れるべきか抜き上げるか、そういった部分で逆に体力を使うんで、ちょっとしっかりしてる分重量ありますが、こういう BG 使った方が際に来てからは楽ですね。でこんなところで根ずれしたり、ちょっとこう4号だとあれしてしまうんで、このまま抜いて磯に置かずリリース。鳥が近づいた、最後のチャンスだ。高橋さん、一瞬の地合いを見逃さず渾身の合わせ、今度こそは着実に仕留めたい。見えるよ。ちょっといい方のヒラマサだね。おお、引いた。おお、真下に行った。すごいギンリン、綺麗だよ。浮くよ。中にはね、こんくらいのヒラマサも入ってるから。よいしょ。締めくくったのは7キロクラスのヒラマサだった。
常に小さな餌を使ってる人がちょっとでも大きいイワシを使うとちょっと餌が大きすぎないんじゃないかなとなんとなく不安に思うことがあると思うんですが逆です。日本はとにかく海流に恵まれてるんででかすぎて釣れないんじゃないかと思わずでかいのを釣りたい人はやっぱりでかい餌をつけてでかい針ででかい魚を釣るというのをぜひねもっと日本の皆さんがやってくれたらいいなと思いますね。小さな固定観念は視野を狭める。常識を覆すことが起きるのが海の大物釣り。想像を超えた魚との勝負こそが磯釣りのダイナミズムだ。